はい、おはようございます。タチアニです。今日はエストレールにボディアーキテクトでトレーニングしてるみんなと来てます。いっぱいいるね。伊藤さんも、今日もジャンプ練かな。100本飛びの2回目になります。20本ぐらいは飛べるといいですけどね。少しは上達したいところですけど、ふう、5本目。呼吸が止まってるか。なんかやっぱなんか忘れちゃうんだよね。着地のランニング。はいはいはい。僕はもうでもランニングはもう今ちょっと忘れてます。まだ飛び出しが練習なんで。9本目、リップまで荷重。いやー、クソ、飛ばない動きが入るな。もう恐怖心がね、ほんと悔しいけど。いやね、やっぱね、出ちゃいますね。おお、伊藤さんめっちゃいい。ギューって、はい、16本目。もっと、あと5センチ低く。あと5センチ低く、あと5センチ低く、5センチ、5センチ。いくよっ。やりすぎ。さあ、声出し練習、声出し練習、20。3回目、声出し練習いきます。せーの、はいはい、ギュッと。あー、うまい。というわけで、昼飯食った後は通しで走りますか。さあ、上から通すよ。あ、もう路面濡れてきてんな。わあ、ツルツルだね。今日は怖いね。怖いね。さあ、通すよ、エストレール、通すよ、通すよ。伊藤
さんの後ろ、早速カイロールが接着ね。ふわっといって、OK、ターンする。カイロール役2つ目。絶対いけるいける。イエーイ、お疲れでした。お疲れでした。もちお疲れ。浜田さんお疲れです。やった、伊藤さんが飛べた日。28本目。はい。いい？おー嬉しい。ああ本当だ。ありがとう。さあ30本目、今日のラス1。まあなかなか成果は出ないけど、ちょうどギャップで休憩して30本取りました。ラス1いきます。いくよー。ありがとう。じゃあ片付けます。ラスト2かな、よかったのはね。よいしょ。今日は伊藤さんおめでとうございますの日でした。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。伊藤さんロードギャップ飛びましたよ。ついに飛びましたよ。50にしてジャンプのところ30本飛びました。先週20本だからノルマの、50本消化しましたよね。雨降ってきてます。これ雨ちょっとひょうっぽい感じです。はい、というわけでエストレールでした。またお会いしましょう。立ち上げでした。伊藤さんおめでとうございます。